山賊のダダンが、エースヤルフィの面倒を見ていた理由は、ガープがダダンの星の数ほどある罪を、見逃しているからであり、もう勘弁してくれと言っていたが、実は、ルフィやエースを息子のように思っており、ルフィやエースが海賊になった後は、新聞の切り抜きを集めて本にしていた。普段はガープにヘコヘコしていたダダンであったが、エースが亡くなってしまった際には、ガープを呼び捨てにし、めちゃくちゃぶん殴って、怒りをあらわにしていた。そんなダダンは、夢にまで出るほどに、エース、ルフィ、サボのことを思っており、夢を見ながら寂しさから泣いちゃうほど、三人のことが大好き。エースの腕のタブーは、スペルミスであると思われていたが、最後にサボからもらった手紙のイニシャルから、サボのことを刻み込んだものであることが発覚した。サボはゴア王国の貴族出身であり、ルフィはゴア王国の外れの風車村で生まれたが、ドレスローザに対する二人の印象は同じで、育った国に似ていると発言していた。